こんばんは、こんにちは、マウラーと申します。今回はですね、アヤラブの同盟、シンボリルドルフの、同盟員の募集になります。ちょっと省エネで配信時のレイアウトを使い回しているんですけど、そこだけご容赦ください。ですね、いつもは基本的にツイッターで募集してるんですけど、今回ちょっと割と埋まってない同盟も多いみたいですし、ツイッターで探すのはなかなか無理がありそうかなということで、違う媒体での募集という感じになります。ね、今回の募集条件なんですけど、対光もしくは、対水担当で、レベル250のボスを 3P で倒せる人、この下に書いてある通りですね、を募集します。言い換えると、闇パか、風パが得意で、魔戦場のレベル250のボスを倒しきれる人の募集になります。で、ただこれも戦略の目安でして、キャラクターが揃ってたら、こちらからレシピを出したりとか、ちゃんと考えたりとかでなんとかなると思うので、ちょっと倒しきれてはないんですけど、興味あるよという方も遠慮せずご応募いただければと思います。あともう一つ条件があって、ディスコードの導入ですね。同じ属性班の人といわゆる同時突をしてもらうので、連携のためにディスコードの導入を必須とさせてもらってます。ちょっとやり方わかんないよっていう人も来てもらったらもちろん教えますので、そこも心配せずによろしくお願いします。ちょっと最初は抵抗あるかもしれないんですけど、基本的にテキストチャットのみで、簡単なやりとりだけで OK なので、すぐに慣れるかなとは思います。で、ボイスチャットも基本的には使わなくて、月1で同盟戦の後にお疲れ様会みたいのはやるんですけど、聞き戦だけでも OK ですし、参加せずも全然 OK なので、喋りたくないよという人も全然大丈夫です。はい、あとはそうですね、ありがたいことに結構1を取らせてもらっている、いわゆる上位同盟なので、ちょっと自分で言うのもあれなんですけど、ちょっといきなりそんなとこに入るのは難しいかなと思う人もいるかもしれないんですけど、このまま人数かけた状態で始まるのが一番まずいので、むしろね、入っていただけたらみんなあがめたたいてくれると思うので、どうか助けると思ってよろしくお願いします。今ちょっとメンバー17になってるんですけど、1人入るのは決まってて18ですかね。正式なメンバー募集としては残り2人という感じになります。今がチャンスと思ってぜひ応募していただければと思います。あとは今回の同盟戦からいろいろ仕様も変わるようなので、ちょっといろいろ手探りになっちゃうかなと思います。なので今回だけのお試しというのも全然歓迎しますので、今正式なメンバーの募集とは言ったんですけど、一回限りとかでも歓迎しますので、どうかよろしくお願いします。他に簡単な PR になるかわからないんですけど、ちょっと紹介しておくと、結構アイアラブ以外をやってるメンバーが多い同盟ですかね。自分のチャンネル見てもらうとわかると思うんですけど、自分もメインは神姫の方でして、同じく神姫をやってるプレイヤーが多いかなと思います。だからといってアヤラブをなんかおろそかにしているとかいうわけではなくて、実際にね、同盟戦でも結構上位を維持できているので、そこは何でしょう、保証されてるんじゃないですかね。なので他にメインでやってるゲームがあるんだけど、アヤラブも頑張りたいよっていう人はかなり向いてる同盟かもしれないですね。神姫特にやってる人だとそういう話もできると思いますし、
そんな感じでよろしくお願いします。まあ、この同盟なんですけど、少しでも興味を持っていただけたら、連絡をもらえると幸いです。連絡なんですけど、ツイッターとか、ここのコメントでいただけるとありがたいです。ツイッターの方は、下の概要欄にリンクがあると思うので、そこから飛んでいただけると。あとはそうですね、多分そこにブログの URL も載ってると思うんですけど、そこにメールフォームがあったりするので、そこから連絡もできると思います。あとは、あれですね、アヤラブのウィキの方にも募集文出してるので、そこからコンタクトを取ってもらえればと思います。ゲーム内の申請だけだと、この募集の条件を見て応募した人なのかどうかがちょっとわからないので、そこだけご協力よろしくお願いいたします。以上になります。皆さんの応募お待ちしてます。よろしくお願いします。一緒に同盟戦頑張りましょう。